この動画は、令和5年度、江東区認可保育園等の申し込みの際に必要となる、教育保育給付認定申請書、兼令和5年度保育所等利用申し込み書の記入について、特に注意すべきポイントを解説するものです。申し込みの際には、こちらの提出書類確認表の提出が必要となります。提出書類に不足がないよう、入園のしおりをお読みいただき、 必要書類をご確認の上、提出する書類に丸をつけてください。提出書類確認表は、副写式となっておりますが、切り離さずに提出してください。郵送で申し込みをする際には、申請者名の宛名が記載され、84円切手を貼った返信用封筒と、本人確認書類のコピーを貼り付けた台紙を必ずご用意ください。なお 高等区のホームページで提出書類確認表や教育保育給付認定申請書兼令和5年度保育所等利用申込書をダウンロードしていただけます。提出書類確認表をダウンロードする場合は1枚のみ記入して提出してください。また、教育保育給付認定申請書兼令和5年度保育所等利用申込書は Excel 形式の申込書も掲載しています。 記入例もありますので、パソコンでの入力が可能な方はぜひご活用ください。記入の際には、事前に入園のしおりをお読みいただき、内容をご確認の上ご記入ください。鉛筆や消せるボールペン、マーカーなどは使わず、消せないボールペン等で記入してください。また、3名以上の児童を同時に申請する場合は、用紙をコピーしてお使いください。 申請児童のうち、認可保育園に在園していて、転園を希望する児童がいる場合は、転所にチェックを入れてください。転園についての詳細は、令和5年度入園のしおりをご確認ください。住所について、江東区に転入予定、もしくは江東区にお勤め先がある方で、現在江東区以外にお住まいの場合には、江東区を二重線で消していただき、 現住所を記入してくださいまた、江東区に転入予定でのお申し込みには転入年月日・転入先住所が確認できる書類が別途必要となります詳細は令和5年度入園のしおりをご確認ください令和4年1月1日時点の住民票所在地について江東区・江東区以外のどちらかに必ずチェックを入れてください 江東区以外の場合は、市区町村名まで詳細を記入してください。申請児童の情報について、クラス年齢は令和5年4月1日時点での年齢となります。申し込み時点での年齢ではないのでご注意ください。申請児童の現在の主な保育状況で項目が複数該当する場合は、最も頻度の高いもの一つにチェックを付けてください。 また、認可保育園、認証保育所など各種施設を選択した場合は、施設名、所在地、利用開始日を合わせて記入してください。所在地は、市区町村名までで構いません。利用希望園について、希望順位によって選考が有利や不利になることはありません。複数の園を記入する場合は、利用を希望する園の順番をそのまま記入してください。 また、施設名と合わせて施設コードの記入が必要となります施設コードは入園のしおりにある保育施設定員一覧表に記載されていますので、番号を間違えないようご注意くださいまた、本園と分園で場所が分かれていたり、0歳児クラスや3歳児クラス以降の定員がないなど、受け入れ年齢が園によって異なります 各園の所在地や定員をご確認いただき、間違いがないようご注意ください。保育短時間認定を希望する場合について、保育短時間は9時から17時の保育時間となり、9時以前や17時以降はスポット延長保育の対象となります。保育が必要な時間が9時から17時の間の場合で、保育短時間を希望する場合はチェックを入れてください。 なお、保育短時間を選択しても、選考が有利や不利になることはありません。また、チェックを入れなかった場合は、保育標準時間での認定となります。保育時間についての詳細は、令和5年度入園のしおりをご確認ください。同時に2人以上申し込む場合は、A から G までのいずれかの項目にチェックを入れてください。 チェックを入れた内容によっては同じ園に入ることを優先し希望順位のより低い方の園で内定が出る場合や同時に入れる場合のみ入園希望とした場合は申し込み児童のうち1人の指数が高くても条件を満たせず内定が出ない場合があります教育保育・給付認定申請書兼令和5年度 保育所等利用申し込書の注意点の解説については以上となります。